は間さん、村岡さん的にカンツリは面白いですかいや、もう絶対面白いですよ。もう魚釣りは何だって面白いんですけど、この間ね、先週行ったんですよ、カンツリ、高橋祐介と。で、まさかの、もう全然釣れなくて、まあそれでもね、あの手この手でパターン探して、あ、それ動画になるんで、そのうちね、ブルブル公式で上がってくるんで、ブルブル公式からカンツリのね、動画が出てくるんで、ぜひ見てください。 紙展開ででしたたす <laughs> すげえ面白かったです非常に繊細今日ツイッターで話題になってた話題っていうか俺が話題にしちゃったのかもしれないけどサクルアー引っ張ってて魚が後ろについた時にバイトとかミスバイトとかじゃなくて一切触ってない状況でうま、えー、い人はあ魚が後ろにいるって分かるっていう話を誰かがあれは眉唾じゃないかと。 で、どうしてもそれが理解できないから、こういう現象なんだよって説明できる人を納得させてくれみたいな投稿があって、で僕がちょっと時間あったんで、理論を書いたんですね。で、こういう理由だよって,って。で、実際だから俺も分かるよって話とともに書いたら、まあ結構わーっていろんな人が、私も分かりますとかで、で、その時ね、じゃあどういう状況が一番分かるかなって思ったのは、多分ン釣りで水が動いてない、 完列売り場でスプーンとかをゆっくり巻いてるとき。で、柔らかい竿で竿が、ロアの引きを盛りでしっかり曲がってる状態が、多分一番ね、わかるんですよね。いあこれは動画にしてみようって思ったんですが、実際、まあ、わかるようになります。うん、ああ、村田さんも言ってんだね。うん。そうなんですよ。 で、実際、その同じ表現で実際バイトして、それをアングラが分かってなくて、後ろいるって言ってる時もたくさんあって、なんか全部が混,混ざっちゃってるんですけど、で、バイトがあったら違和感を感じるのは当たり前なん,でなんだけど、本当に分かるんです。触ってなくても。はい。そう。だから、止水器でゆっくり引いてたり、流れないとこで、やっぱりまあ、ーバスのフィールドなんかだと、ミノを、 中速か早巻きしてるときに一番安定してただ巻きしてるときに要は、竿が曲がってブルブルルルルルって状態が、結局、なんていうかな、ルアーの引き抵抗。ルアーの引き抵抗がしっかりかかってる状態なんですよね。ルアーの引き抵抗って何ぞやっていうと、多くの人は水が当たって引き抵抗が生まれてると思ってるんですけど、違くて、ルアーの後ろに受けるえいろんな渦ができるわけです。 でその渦とかが水を引っ張るんですね。その水を引っ張られることで、引きおもり感が発生している方が大きいです。で、その引きおもり感は、ルアの後ろに帯として出てて、よくあの川に木の棒が刺さっていると、後ろに渦ができているじゃないですか。で、木の棒は流れが当たって頼んでもないのにこう揺れているじゃないですか。竹とか細いと。あの現象を作っているのは、後ろにある渦なんですね。当たっている面が動かしているんじゃなくて、 後ろの渦が映ってんです。動かしてるんです。でもそこの渦の後ろにもう一本彼に棒を刺すと、その渦が消えるんですね。乱れるんですね。で、前の棒は揺れなくなるみたいなのと同じことで、ルアーの後ろに魚がつくと、渦が乱れるのが、渦が乱れて、引きおもりが消えるんですね。だから、魚が後ろついてるのがわかる人は、引いてるのが なんか後ろ、表現としては、引き抵抗が減ってるんで、軽くなってるというか、引き重ねり感が減ったっていう表現なんですけど、実際体験すると、なんか後ろからみ水を押されているような感覚を感じる人も多いと思いますね。でも実際押してるわけじゃないです。引っ張ってるんでね。だけど、それぐらい。だから、なんだ、自転車ロードレーサーなんかで、自転車も空気抵抗。 の戦いでね、あの後から追っかける人は前の自転車の真後ろつくじゃないですか。でもあれ1台で走ってるより真後ろついた方が実は戦闘も速くなるっていうことはあの世界ではそういうらしいですね。自分は知らない経験値ですけどそう書いてあるんでネットとかでは。それ同じことですね。だからスリップストリームだから後ろも追いついてくるんだけどスリップストリームの結果戦闘で空気の。 要は空気を切り裂いてる人も、後ろの渦が消えるんで、さらにスピードが出せるっていうね。そういうことのようですよ。